テイエンイと申しますそれでは私の方から台湾におけるセファールの利用と課題についてご報告させていただきます。セファールは2007年、英語版でまず台湾にセファールの観光について紹介したいと思います。2007年 英語版のセファールに基づいて中国語反対地版のセファールが刊行されましたセファールの利用は主に3つの点はあると思うんですけれどもまず英語教育そして中国語教育および台湾語の検定試験第二回国語教育などいくつかの分野があるんですけれども この点では台湾は東アジアでセファールが最も影響を及ぼしている地域だとも言えます。で次はまず英語教育の方を見ていきたいと思います200。年2002年5月に日本の経済産業省に相当する台湾の行政院経済建設委員会が朝鮮2008国家発展重点計画を発表し 国際競争、生活水準の向上と継続的な発展を促進するための計画を打ち出しました。この計画は英語教育の強化と深い関係があり、国民の英語力の向上、とりわけ公務員、大学生、一般教員と英語教員の英語力の向上を目標の一つとして掲げました。また、初等、中等、高等教育における英語教育は、 中央集計型から次第に自立型へと転換が見られますが教育課程全体を通じた学習者の到達,到達基準は確立されていませんそこでセファールの影響を受けて日本の文部科学省に相当する台湾教育部は2005年に義務教育に関するガイドラインを制定しましたこれによれば 英語教育のカリクラムはコミュニケーション能力の育成に重点を置くと定めています。さらに教育部は国内で実施されている英語検定試験は政府関連法令の規定のほかに共通参照レベルも参照すべきであると定め民間の試験開発機関に対して 実施する英語検定試験とセファールとの対応を要請しました。そのため、台湾で最も受験者数が多い英語検定試験の GEPT、次のページには出てますけれども、この2列目ですけれども、このようにこの GEPT は実証研究、 検証作業などを経て共通参照レベルの A2 から C1 に対応する4段階の試験に変更されました。で、一度もう一度戻しますと2006年に日本の人事院に相当する行政院人事行政局は公務員昇進のための英語検定基準表を公表し 政府の公的機関での人事評価の際に外国語能力の評価基準としてセファールを採用すると発表しました。で、先ほどお見せしましたこの基準表ですけれども、この英語の能力試験と一番最後に公務員の評価ポイントということになるんですけれども、この基準表をもとに政府は 大学や公務員、教員に対して具体的な数値目標を掲げ2007年末にそれを達成するべく大学生の50%には卒業するまでに共通損傷レベルの B1 に相当するスコア技術系短期大学や旅行系短期大学の学生の50%には A2 に相当するスコアの達成を要請しました。そして、小・中・高の英語以外の教科を担当する教員の30%には B1 相当のスコアを、英語教員の45%には B2 相当のスコアの達成を要請しています。到達基準を超えた学生を輩出した大学は、 教育強化プロジェクトの予算申請において有利な措置を受けます。公務員に対して最低でも A2 に相当するスコアが求められ、高いスコアの保持者ほど昇進の可能性が高いとされます。そして2007年末までに40歳以下の18%が最低ラインを クリアするという目標を掲げました、えー、次に中国語教育と台湾語検定試験の利用について、えー、紹介したいと思います。セファ f r の共通参照レベルを、えー、検定試験とマッピングをする作業は英語のみならず中国語や台湾語に対しても行われています。2007年、教育部は海外に台湾の中国語検定試験を 普及させる機関として設立された国家中国語検定試験推進委員会に対して中国語検定試験とセファールとの対応を指示しましたその結果コミュニケーション能力を測定する試験に改定されこれまでの3段階のレベルはセファールの A2 から C1 に対応する4段階に変更されました さらに中国語を母語としない7歳から12歳の児童を対象に開発された児童のための中国語能力試験が教育部の指示により200 2008年から c f ルなどを参考に改定されました。これに加えて台湾語検定試験の全国民台湾語能力試験が共通参照レベルに基づいて 6段階に区分され A1 から C2 に対応しています。セファ f r の影響は第二外国語教育にも影響を及ぼしています。グローバル化に対応し、言語や文化の多様性を推進するために1999年に台湾政府は 高校における第二外国語の開校を奨励する一連のプロジェクトを打ち出しましたさらに2008年には中途教育における第二外国語の顕著な前進を図る取り組みが行われいくつかの計画が実施されていますこの一連の措置の中でセファールとの関連で突筆すべき計画は 高台接続プログラム計画ですが、えー、略して AP この AP はアメリカの教育制度を参考にしたもので AP の枠組み内で取得した単位は高等教育において10日の単位として扱われることを前提としています第2外国語として採用された科目は日本語フランス語ドイツ語スペイン語の4言語です さらに AP を促進するため、台湾教育部は受験生のために第二外国語を受験の予備科目として開校するよう大学に奨励するとともに、高校での第二外国語の履修単位は大学入試の際に認められると公表しました。その場合、成績は最低でもセファールの A2 に 達すすることとが条件とされています2011年3月以降教育部は英語以外の外国語能力を新たに公民の人事評価に導入しセファールはその評価に利用されるようになりましたその評価の対象となる外国語は日本語 韓国語、ロシア語、フランス語、ドイツ語とスペイン語で、公務員は少子のために2言語以上の学習と、その検定試験に合格することが奨励されており、2018年に入ると、台湾の地域語にあたる台湾語、発火語と原住民語の検定試験のスコアも新たに評価の対象に加わりました。 このように先ほど述べました台湾政府によるセファールの台湾語など地域語への利用と最近になって東南アジア言語の教育を推進することに至る歴史的背景を検討します1895年の日清戦争から50年間の日本統治時代台湾では日本語が国語とされました その後1949年国民党政権である中華民国の台湾への移入とともに北京語は台湾に新しい公用語として導入され中華民国唯一の政党言語として推し進められました、えー、さらに1956年に国語を話すキャンペーンが展開され、えー、公的区間 えー、と公,公的空間における北京語のみの使用が規定され、えー、学校での方言や現住民語の使用に,には罰金が課されました1987年に入ると、えー、国民と政府による政治の自由化の推進とと,ともに教育部は公式に学校教育における地域語の使用への処罰を取りやめましたが えー、1994年までには北京語は教育言語として使用されました、えー、台湾政府は地域語の言語教育を共同教育の中に位置づけ1994年から正規教科として小中学校に導入しました、えー、1994年に交付された、えー、小学校共同教育カリクラムでは 台湾語発火後、厳住民語を指す郷土言語という用語が現れています。郷土言語を学習する目的は、郷土を愛する心の育成を通じて、異なる文化への尊重と民族の融合促進への理解を育むことです。また2000年に えー、小中学校一貫教育に関する暫定指導要領が交付され、共、え、同、ー、教,教育の中での共同、えー、言語教育は2001年度より正式に開始されました。この暫定版の指導要領の中で、小学校1年生から6年生の生徒は、えー、台湾語、発芽語、 原住民語など3種の郷土言語から一種を立修することが必修でえ中学では生徒の希望により自由選択で立修できると明記されていますえところで近年台湾社会に急増しているえ東南アジアや中国大陸出身の新移民の親を持つえ子どもへの教育は郷土言語教育を 議論する際の新たな課題として浮かび上がりました。えー、本発表では1990年代前後、結婚や就労目的で台湾に移住してきた人を市移民とします。中でも特に婚姻移民は台湾社会の人口構成に変化を与えるコンパクトを有するものとして注目に与えます。 その大部分は女性で、そのうち6割強は大陸出身者、4割弱はベトナム、インドネシア、タイなどの東南アジアの出身者です。2018年度の台湾教育部の統計によりますと、少子化の影響で、ここ10年来、小中学生総数は270万7千人から万人から 180万人に減少しましたが、小中学校における新移民を親に持つ児童・生徒の数は2007年度の10万3000人余りから2017年度の18万1000人へと急増しており、その割合は全小中学生の3.84%からおよそ10.1%にまでま 増加しましまたこの歴然とした差は、共同言語教育に影響を与え、政府の政策転換が迫られることになりました。教育部,は教育部が2014年11月に交付した12年国民基本教育指導要領によれば、 2019年度より新移民の言語を正規教科として小中高の学校教育に導入すると定めました小学校1年生から6年生の生徒は郷土言語あるいは新移民の言語から一周履修することが必修で中学では新移民の言語を郷土言語とともに自由選択で履修的 高校では、新移民の言語を第2外国語として自由選択で履修できます。また、教育部、2015年1月に、高校第2外国語教育推進のための第4期5年計画、さらに、2016年1月に、青年学生グローバルモビリティ能力向上計画を公表し、それぞれ 高校と大学における東南アジア言語の教育を拡大する方針を打ち出しました。このように、新意味の言語を郷土言語と同じ地位に引き上げ、マジュリティの子どもにも提供する取り組みを見ると、多様な地域文化とエスニック文化からなる多元的台湾としてのアイデンティティ形成がうかがえます。 新移民への言語教育は台湾の多言語多文化教育に統合する政策として位置付けられます、えー、ところで台湾政府の新移民に対する受け入れや統合政策に関しては、えー、言語教育政策と逆行する動きが確認されました、えー、週2016によれば 台湾政府が台湾籍を取得するために課した基化テストを導入した最も重要な目的は外国人配偶者の言語教育の受講状況を改善させることでありその結果として外国人配偶者の子どもである次世代の国民の発達に不利な影響を与えないようにするためですさらに 教育部は2016年に改定した新移民人材育成教育計画の作成理由について新移民を親に持つ児童・生徒は今後台湾社会の一員となり国民全体の素質や国家の競争力に影響を与えるとして挙げておりまた計画の中で新移民とその子どもに対して 自らの多言語多文化能力を生かすことによって国家の競争力の向上に貢献することを求めています。このような婚意意味のほかに1990年代以降に急増した東南アジア出身を中心とする外国人労働者は2017年末で67万人を超えました。しかし 台湾政府は外国人労働者を移民とみなさないため彼らへの言語教育の実施を予定しています。最長で14年も台湾に滞在できる外国,外外国人労働者は生活者でもあり彼らへの言語教育を台湾の多言語多文化教育に統合するならば台湾社会は多文化共生社会を より進化させることができるのではないでしょうか。最後に、えー、結論として述べ、えー、たいと思います。たいと思いますえー、台湾の理由、セファールの利用の問題点と、えー、課題についてお話しさせていただきます。えー、台湾におけるセファールは 政府主導のもと主に共通参照レベルを英語や中国語の検定試験に対応させることに認められますこのような一連の動向の背景には台湾は中華世界の中国や香港などのように試験が教育と学習を促進する役割を持っている事情とも関連しています。 しかし試験の結果により学習者や教育機関を評価する、えー、視点は、えー、セファールの訴える教育目的とは違います。とはいええー、1500年も続いた、えー、管理・登用を決定づける可挙制度を 実施してきた中華世界の教育文化を考えるとセファールのこのような需要は理解できます一方セファールに準拠した各言語検定試験のスコアはそれぞれ試験開発機関の提示するものでセファールとの関連で実証研究が行われたかそれを確認管理する公的機関は存在しません 言ってみれば自己申請による善意の基準表なのですそもそも試験項目や問題採点実施方法などそれぞれ異なっているため相互に正確にマッピングをするのはかなり困難な作業であり共通参照レベルによる対応には限界があります台湾社会はセファールを規範として捉え トップダウン型の言語教育政策の資源として利用している実態が明らかになりましたしかしセファールの追求する理念や社会政策的側面は考慮されず台湾発の教育資源が台湾社ヨーロッパ発の教育資源が台湾社会にそのまま応用可能か否かも、えー、検討することなく その機能的側面にのみ関心を寄せた行動をどのように評価するのか課題は残っています。言語教育の刷新のために今後台湾政府と教育関係者によるセファールの提唱する外国語教育の理念ならびに台湾の教育文化や社会文化への文脈化 最適化に関する論議が期待されます以上報告を終わらせていただきますありがとうございます